オ88世界最強タッグ決定リーグ戦終盤戦の大一番を迎えました。決戦グリーンコンビ対天竜組、会場は札幌北海道、北海蝦夷の地に男のロマン五稜郭、今年の年末は北海道です。さあまず天竜川田、ここまで6点、新しいパートナー川田を引き連れまして怒りと悲しみの黒星スタート。しかし天竜はふるさと福井の未来へ続く心の聖地越前怪物のようにどっしりと腰を据えての戦いぶりであります。まさに革命家の正念場を強い強い精神力で乗り切ろうとしています。さあ札幌のファンから席を切ったように激励の声援が次々と降り注がれます。この温かさ、この心のぬくもりがさらにさらに天竜の情熱をかきたてるのであります。負けるな天竜、そしてパートナー川田、今夜はレスラー生命をかけた戦いです。天竜川田組入場。さあ優勝できなかったら世界タッグ王座のベルト返上、五輪コンビが爆弾宣言を放ちました。史上初の2年連続優勝にまっしぐら、ジャンボするか安吉明、ここまで10点、揺るぎない自信からの発言でしょうか、それとも新しい道を模索しての発言でしょうか。まずはこの7メートル四方のジャングルに東大異変の意と野望が秘められております。プロレス界のリーダージャンボ鶴田、過酷な要求が飛んでまいります。それを跳ねのけて振り払ってエースの座に君臨してほしい。もう一度繰り返しましょう、史上初の V2 達成を心底から狙っている鶴田やつ、大事な一戦です。試合に隠れてまして日本テレビ、札幌テレビ、番組提供総裁に行くうちに花束が届いております。公式戦の大一番札幌決戦、両軍団に日本テレビ、札幌テレビ並びに番組のスポンサーより豪華な花束が贈られました。テレビ最強タッグ決定リーグ戦30分一発勝負を行います。天竜同盟、まず川田、師匠ジャイアント馬場にも過激な張り手、大きくなりました川田。雪をも溶かします天竜の熱き心、天竜源一郎。五輪コンビ、ここ一番 V2 は見えてまいりました。史上初の2連覇、キングオブロードマッシュグラージャンボ鶴田であります。公式戦は30分の一本勝負。さあ五輪コンビ、史上初の V2 達成を本当に心の底から願っている鶴田やつ、優勝へ箔をつけるためにも黒星なしの優勝が条件であります。北海道は真っ白い雪、白一色、白星街道日本武道館へ一直線、鶴田やつです。さあ30分の一本勝負、今週は山田隆さんの解説。しかしこの世界最強タッグ決定リーグ戦、雪の札幌終盤戦は例年山田さんハプニングが起きるんですよね。そうですね、過去の歴史から見てですね、はい、大変そのちょっと待ってください、天竜がおっと鶴田に注文をつけた、やつが振り返りました、何事だという表情やつ。昨年五輪コンビはハンセン組にリングアウト負け、天竜組もブロディ組と0点試合をやりました。優勝を左右する札幌の戦いなのです。さあ鶴田の表情がキリッと締まってまいりました。そしてやや余裕の表情か天竜、さあ天竜対鶴田で始まるのか。川田を制しました、どうやら天竜が試合をおっと勝って出た、リーダー同士の対決。さあじっくりと見ましょう、天竜対鶴田です。四つに組んだ、バックを取った天竜、バックドロップ、さあそのままおっとカウント2までいった。さあ豪快な天竜奇襲戦法ですね山田さん、まさにね、注文をつけた後の奇襲ですから ね、これは堂々たるもんですね。そうですね、精神的には本当にこの天竜の方がひょっとしたら強いのかもしれない。この大一番であの奇襲戦法、しかしジャンボ鶴田得意の2パット、ジャンピング2パッドでこの後の連携を取ります。そして自軍のコーナーに引っ張り込んでまいりました、やつりタッチ、五輪コンビは早いタッチプレーだ、天竜潰し、天竜潰しだ、2人がかりの攻撃、五輪コンビ、そして円髄切り、空を取りました、反対にまた空を取って円髄を取った、天竜であります、ここで川田であります。さあ川田の頑張りがこの勝負の焦点になるかと思いますが、さあ川田の逆スピンキック、今年のこの対決なんですけども山田さん、じゃあスープレックスホールド、早い展開、頭がキャンバスについたぞ、カウント2、相手は五輪コンビの相手が山田さん竜芸法じゃないという事実、川田が今頑張ってます、しかしどう頑張りを見せてもこの五輪コンビの
2点追加というのは堅いところじゃないですかね。どうですか。まあごく常識的な判断をすればね、そういうことになりますね、はい、ですからスコアの上からいったらその五輪コンビのが圧倒的に有利です、ただね本当にさっきのハプニングじゃないですけれども、はいはい、今日はね非常にあの燃えてる川田選手が頑張りをね見せて、はい、意外な展開になるって可能性もあるわけですね。そうですか、はい、まあ、しかし常識的には優勝がやや近くなったという見ていいのかもしれません。しかし川田の頑張り、この苦しいサバイバルリーグ戦に勝ち残るための条件というのは山さんも指摘しておりますように川田俊明に全てがかかっていると言ってもいいでしょう。この鶴田康美ですね、今もスピンキック、それからジャーマンスープレックス打ちました。フライングニールキックもあります、川田ラリアットもあります、ドラゴンスリーパーもありますが、インパクトのある技がこのジャンボ鶴田康明に通用するかどうか ね、今日のね頑張ってますよ川田選手ってのはね、はい、捨て身ということはありますが、もう捨て身以外何もないんですよね、あ、そうですか。もう全部自分を捨ててね、はい、かからなきゃダメですね。それでね結果がダメであればそれはそれで仕方がないと、はい、で今日はもう自分の持ってるものを全部出すでしょう。なるほど。ですからさっきからすごい技出してます、で通用するしないはねもうその場でしょうがないですよね。なるほどね。やってみなきゃもうトライアンドエラーですよ。さあ一瞬にしてしかし鶴田のペースでやります。この川田と鶴田はなんと14センチの身長の差、それからウエイトが20キロあるんです、はい、このどうしようもない体力差ね、これはねもう数字の上から言ったら、はい、完全にかなわないと言っていいでしょうね。そうですね、当然キャリアも違います、はい、そういう意味で比べるとはもうこれは本当に酷な話でね。ただね勝負っていうのはね数字いわゆるウエイト以外にですね、うん、そこにプラス X 何かがあるんですよね、はい、それに期待したいですね。顔面踏みつけジャンボ鶴田、もう鶴田にとっては攻撃はもう自由自在に操れることでやりましょう。天竜は言っています、体力の差を克服するのは縦の動きだというふうに言っておりますが、じっと聞き入っておりました川田でありますけれども、川田の縦の動きというのはやっぱり空中殺法あたりのことを指摘してるんですかね。そうなんです、ですからね、さっきあの八津選手がですね、はい、川田選手のあのスピンキック逆スピンを食って、はい、一瞬ポッと戸惑いましたよね、ああいう攻撃なんですよ。そうですか、はい、さあ今度は八津が相手だ、川田が頑張る、八津もチョップを放ちます。さあ川田の頑張り、ここでくじけてはダメ、ロープを背にした顔面真っ赤、さあおっとやつがすごい勢いで天竜に挑戦いたしましたが、天竜動じません、天竜動じません、ここは若い者にやらせよう、貫禄十分の天竜の目つき動作アクションであります。さあ逆スピンキックになってまいりました。こういう攻撃にね対してやつ選手はあんまり得意じゃないですね。はい、そうですね、はい、完全にやつ出鼻をくじかれました。ここで悠々と天竜がやってまいりました。さあダイナミックな天竜川田ニュー合体殺法が見られます。この天竜組も優勝という点ではややトーンが薄らいだのが現実ですけれども、天竜のこの後の生き方、これ本当にプレスさんは注目しているようですね。山田さんね、そうですね、まあ、こういう難しいところにね、はい、立たされた時の天竜っていうのはね、はい、強いですからね。そうですね、ですから逆に逆境に置かれた時の天竜、この今後が楽しみですよね。安選手を膝十字に取っておりますその天竜源一郎であります。来春、来年の春、まあ、1月近くなってまいりましたが、天竜の目指していくものは果たして何でありましょうか。山さん、今日のこの札幌中島体育センターも天竜組が出てまいりますと期せずして大きな声援が飛びましたけれども、そうですね、天竜革命の火を、まあ、消さないでほしいですね。これはね絶対消えないと思います、はい、ここまでね育ってきましたからね、もうやはりあの原選手を欠いたということで、まあ、瞬間的なね大きなその穴というのはありますけれども、今の天竜選手をもってすれば、はい、このね非常に苦しいロードを十分に乗り切る力があると思います。そうですね、さあ八津選手をまず場外に送り出してリング上、2人の睨み合い、天竜と鶴田、天竜と鶴田でやります。このひたむきなファイトでこの天竜同盟を来年また再興するのかどうか、それとも別の道を生きていくのか、NWA 世界ヘビー級チャンピオンへの道を行くのか、世界をかける男になるのか天竜、まあ、いずれにしましてもこのファンの心理を読むことが非常にうまい天竜ですから、ファンの期待に反するようなことは絶対違う やりませんよね。そうですね、まあ、今はあの天竜選手が王道を歩んでるという感じですもんね、はい、そうですね、さあ天竜怒りの戦場だ、地獄の突破口を見出した相手のやつだ、天竜行く、背中にボディにめった打ち、そしてネックブリーカードロップ、天竜の5体光を放ちます。天竜です、また天竜が抑え込んだ、ね、すごくなりましたね、あの今の天竜選手に対する挑発、はい、
すごいですよ。まさにこの安選手もああいう受け身ができるようになりましたもんね。そうなんです。体を張ってのレスリングですね。やれるでな、やってみろという、はい、あのね戦法、やはりさすがの天竜選手もね、はい、しまいには根負けしちゃいますね。そうですね、はい、その体力が強くなったという指摘山田さんからありましたけど、安選手の左の膝の部分ですね、ここ縦25センチの裂傷があるんですよ。これあのアブダラブッチャーとの椅子攻撃によりましてね、今ちょっと可能して痛い痛いということを言ってるんですけど、サポーターもつけてない、はい、絆創膏も貼ってない、むき出しのままのファイト、男になりましたね、やつもね、本当に成長しましたね。本当ですね。さあ川田が盛んにキックを打ちます。さあ盛んにキックを打ちます。ジャンボ鶴田を捉えた逆回転のスピンキック、鶴田にややインパクトを与えましたが、はい、その通りです、はい、やはりああいう攻撃がね、はい、いいんです。大きい人に対して体力差があるでしょう、はい、そうするとああいう反動を利用しなければね、ダメですね。そうですね。しかし相手はウェイトの軽い川田俊明、183センチ、105キロ軽々と持ち上げて、さあ、ツープラトーンの攻撃に出てまいりました。合体コングロマリット殺法であります。五輪コンビであります。ジャンボ鶴田、安吉明。何か今日も五輪コンビには、山さん余裕が見えますね。非常に落ち着いてますね。はい、で特にこれは非常に酷な言い方かもしれませんが、鶴田選手が川田選手とやる時のね、うん、あのね不気味なまでの落ち着き、はい、これはやはり貫禄の違いと言いましょうかね。これもういかんともしがたいですね。そうですね、はい、両選手グランドの展開になりました。それでは両チームここまでの経過、10点の五輪コンビでありますが、ブラックベル組から2点、ハンセンチームと時間切れ引き分けの1点、歌舞伎組から2点、馬場木村と時間切れの引き分け1点、スパイビーエース組から2点、タイガー組から2点ということになりました。残り試合はスレーター組、ケンタ組、そして来週放送日本武道館の優勝戦はブッチャー新組と対決ということになります。また再び川田が動き出してまいりました。ここで天竜につなぎます。天竜も川田のことをよくやっている。しかし力の差は歴然、もっと頑張れもっと頑張れと言っています。天竜の持ちで大きくなった川田ラリアット、いった、バチッと当たりました。さすがの鶴田も喉仏を打たれました。前のめりに倒れました。さあうまく川田を使っています。天竜対鶴田一騎打ちだ。あとは左のラリアット、天竜が打ちまくっております。まあ、それにしても山田さん、88年鶴田天竜にとりましても激動の年でしたよね。そうですね、あの確かにね、激動の年であると同時に、はいはい、2人にとってやっぱり黄金の年でもありましたね。いやそうでしたね。本当にファンをね、はい、もうとことん魅了したという年でしたからね。今年の春3月、天竜は PWF、UN、PWF 世界タッグの三冠王になりました。その時代はエースの座はもう欲しいままにしたんでありますが、しかし鶴田は6月に安とともにタグ統一を制覇、天竜は夏7月にハンセンに敗れまして無冠、そして秋10月鶴竜対決、鶴田の勝ち。現時点では鶴田に時の勢いがあると言っても過言ではありません。そのジャンボ鶴田余裕があります。あくまでも余裕の戦いであります。この余裕という言葉が天竜大嫌いなんですね。そうですね、もう天竜選手の戦いというのはね、常にギリギリいっぱいの戦いをやるわけですね、それに対してその鶴田選手というのはね、はい、常にもう満面に笑みというか、はい、余裕がありますね。そうでしたね。この奥の深さがね、天竜選手にとっては非常にやはり脅威なわけですね。そうですね、はい、監獄固め。さあ熱い胸を打ちまくる川田、またスピードのレスリングを展開してまいりました。高フォローに出ておりますが、ここで天竜から川田につながりました。川田のスピードプロレスでこの五輪コンビを攪乱することは可能でしょう。もちろんそうなんです、はいはい、そういう方法しか逆に言えばないんですね。はーはー、はい、そうですね、もうとにかく空中戦でも何でもやるというのも、もうあっという間にトップロープに上がっている。さあ飛んで逆スピンのキック、川田らしさを見せておりますが、今試合タイムは10分が経過してまいりました。札幌雪の決戦であります。好勝負を見せています。さあジャンボ鶴田安吉明は現在勝ち点10点、天竜源一郎川田俊明君が勝ち点の岩さん現在6点、ジャイアント馬場木村組が、終盤戦を終えまして13点、ブッチャー組12点、ハンセン組今日は公式戦ありません11点、その後に続いているのがジャンボ鶴田、それから八つ組10点、ここまで黒星なし。全勝優勝というのも山田さん、過去のリーグ戦でありましたかね。ないですね、全勝優勝はね、はい、ここまで全く黒星ありません。五輪コンビであります。このまま堂々と優勝に箔をつけて、2連勝なるかどうか。ジャンボ鶴田八吉明またエルボーを打ちます。やはり川田を狙ってまいりました。川田を狙ってくる、八つが、おっとショルダースルー、
相手がかり本当に思いっきり腰を打ってしまいます。川田の顔が曇ってまいりました。バックドロップか、ジャーマンだ、ジャーマン、これで勝負がついたのか、どうだ、勝ち点12か。ここで天竜が出てまいりました。川田の踏ん張り、川田の踏ん張り、さあプロレス界のボージョレ・ヌーボーと言われておりますこの川田俊明、今やられておりますが、この若いんですけれどもピリッとした酸味、プロレスファンがこの新しい力を求めてますからね。そうですね。ここで破れたらダメだ、ここで破れたらダメだ。さあしかし強烈な監獄固め、その反対側までジャンボ鶴田と天竜、これはおとりだろう、これはおとりだろう。さあフェンス攻撃、鶴田の背中リング上まだ効いてる、リング上まだ効いてる、すごい勢いで飛び込んでまいりました。リング上監獄がためカウントが始まっている。放送席を狙い撃ちする鶴田とやつ、さあ鶴田怒りの表情、これはもうリーグ戦を離れたようなそういう感じになってまいりました。さあすごい札幌雪の決戦、場外で天竜の喉元を締めまくる鶴田、リング上もご注目、また監獄がために入っています。リーグ戦を忘れているのか鶴田天竜、リング戦を忘れているのか、リング上監獄固めが延々と入っている、監獄固め延々と張っている。さあ川田が頑張っている、川田が猛烈な勢いで頑張っている。さあどうだ、我慢できるか、天竜のフォローはない、まだない。天竜やっと立ち上がってまいりました。長い監獄固め、さあ地獄へ誘っている、やつであります。しかしこの川田の頑張りはどうでしょうか。場外戦をやっている間中ですけれども、今やっとサードロープに手が届きました。川田よく頑張った、本当によく頑張っています。これはもう攻めている方ももうびっくりでしょうね。そうですね、よく頑張ってますね。すごい今日はね、はい、予想をはるかに上回るね、はい、試合をやってますね。しかし超ヘビー級のパワーでですよ、監獄あの膝のあたりをもうめった打ちに攻められている。これでまた頑張っている。これで1枚も2枚も、大きくなるでしょうね、川田はね。これはもう技術とかね、はい、スタミナとかの問題じゃなくても、はい、完全に気力ですね。そうですね、はい、踏ん張りなんですよ。戦力ダウンということは五輪コンビも十分に承知してるんですが、このジャンボ鶴田の心もそれから体も大きいところは、このなんて言うんでしょうかね、戦力ダウンについて口をつぐんでいることですよね。そうですね、そしてこの川田の成長を本当に温かく見守っているんです。やはりこのトップに立つレスラーというのは後輩の成長も本当によくよく願ってるんですね。絶対にね、天竜選手は弱音なんか吐かないですよね、はい、さあジャンボ鶴田がまた愛の鞭をこの川田に見せています。しかしこの場外での放送席の中での鶴田と天竜のこの憤り、すごい、両者自身のこのファイトでしたね、これはね、もう公式戦というよりは、はい、本当にもういわゆる戦う男のですね、はい、もう場外のぶつかり合い、はい、まさにね、ハプニングではあったんですが、すごいですね、目の当たりにしますとね。そうですね、やっぱりもう現在のプロレス界は鶴田天竜時代と言っても完璧ですね。もうこの2人のやはり宿命的なね、対決ですね。そうですね、はい、来年もおそらくこの2人がプロレス界をリードしていくんでありましょう。さあリーグ戦です、大事なリーグ戦、天竜川田組もやはりこの優勝のトーンは落ちたんですが、この2点はもぎ取りたいところですよね。もちろんそうですね、これさえ取ればですよ、はい、山さん、ちょっとまだ残り試合がありますからね、放送席でちょっと計算してみたんですけどね、この札幌決戦の後は4つ対決を残してるんですよね。そうなんです、今日もし勝って8点にしとけば、そして残りの4試合を全勝すれば16点を獲得できるんですよ。はい、大体ね、優勝戦線のね、はい、スコア計算って大体15点6点、はい、この辺りですからね。そうですよね、はい、だからこのまだトーンは落ちたといっても優勝のチャンスは十分にあるんです。天竜組ここは取りたいですね。もちろんそうなんです、ですから絶対にその五輪コンビのですね、はい、V2 を阻むためには、今日のポイントが非常に重大な要素になってくる。そうなんですね、はい、まさにこの雪の決戦にふさわしい勝負であります。今15分が経過してまいりました。一方鶴田やつの方は黒星なしの10点。今夜天竜組と対決しているわけですけれども、残り試合はスレーター組、それから天太組、ここは勝ち星を計算できますね。そうですね、しかし最後の日本武道館決戦がブッチャー組ですもんね、はい、この、ね、ブッチャー組がですね、どういう手に出てくるか、はい、全くわからない。この点数は計算に入れられないですからね、はい、お話の間に川田がまた延々と受けの美学を見せています。どうも足がちぎれてしまうかもしれません。
このスーパーヘビー級の2人の足殺しにあって、これだけ攻められながらも、それこそ顔面が歪んではおりますけれども、ギブアップしてないですもんね。そうですね、偉いですね。これで完全にこの世界最強タッグ決定リーグ戦の顔になりました、川田俊明であります。この我慢する心もそうですね、やはり天竜の愛の鞭ですかね。そうなんですね、はい、それと同時にね、本当についね、この前までは口を利くさえできなかった大スターの鶴戸に堂々と張り手をかませるようにまで成長した、はい、その川田選手ですよね。山さん、ちょっと若林アナウンサーからレポートが入ります。はい、実はですね、倉本さん、この川田選手なんですが、さっき縦への変化ってお話がありましたでしょう。で、天竜さんと僕は別のところで勝負して、で、それはフットルースとして飛び道具だと、で、体重を軽くしていたんですよ。それでこの世界最強タッグのこのヘビー級の皆さんとの戦いでした。かなりハンデがあると思いますよ。若林アナウンサーのレポートでありました。さあ、まだまだ試合は続きます。熱戦、熱闘、札幌決戦。あー、天竜ラリアット勢い余って自ら場外に飛び込んでいってしまいました。この辺りが魅力的なこの天竜らしさ、天竜レスリングです。さあ、一気に体勢を整えてトップロープに這い上がった、得意の逆エルボー。さあ、行ったぞ。怒りの戦場だ。地獄の突破口をこのやつに見出している。今度は鶴田が出てまいりました。今度はリング上でジャンボ鶴田と天竜の一騎打ちが見られそうな気配になってまいりました。さあ、勝負です。30分の一本勝負、大事な優勝を占う札幌決戦。ジャンピング2パット、顎の先端を捉えた。天竜頭から落ちた。チャンス、五輪コンビチャンス。今日もし山田さん、天竜からピンフォールを取った、その時点でも優勝は五輪コンビですね。そう言ってもいいでしょうね。バックドロップ。さあ、その流れにややなってきたぞ。天竜から相手のリーダーからピンフォールを取る、これを狙っているのかもしれません、五輪コンビ。そうなったら何度も申し上げておりますが、優勝へまたまた箔をつけられますもんね。そうですね、問題は優勝することと同時に内容ですからね、はい、そうですね、はい、さあ、天竜吹っ飛ばされました。今度はおっとっと、あー、ラリアット、相打ちか。天竜が勝ったのか。あと鶴田生き返った。そしてパワーボムか、いった。天竜からピーポール、カウント2です。これは大変なことになりそうだ。明らかに狙っている。鶴田は天竜から、おっと、ピンフォールを狙っている。さあ、札幌で大変なことが起きそうだ。ジャンピングには失敗。ジャンピングに膝がもろにコーナーマットに当たってしまいました。天竜もちょっと疲れ気味。鶴田の助走が終わった。今度は円錐。さあ、天竜がまた円錐切りを仕掛けていきました。まあ、本当にすごい男です、天竜。さあ、もう一回天竜ボディスラム、そして再びセカンドロープ、サードロープ、トップロープ、上がった、打った、落とした、エルボーの連続攻撃。さあ、おっと、まさに天竜らしさが出てまいりました。これが天竜イズムですね、山田さん。そうですね、やっぱり、はい、さあ、パワーボム、いったぞ。反対にお返し、これで勝負がつくか。間に合った、やつ間に合いました。やつももう一文字に飛び込んできた。今度は川田にパワースラム。相手軍団天竜同盟はノータッチ。さあ、やつも天竜からピンフォローを狙っている、そういう勢いであります。天竜を場外に送り出しました。リングの中、やつ吉明。さあ、ここで2点を取って12点にするか。天竜源一郎、川田踏ん張って8点にするか。大事な一戦、雪の札幌決戦。鶴田もまたリングに入ってきた。思い切って川田ラリアット、鶴田を場外に送り出したぞ。天竜は今エプロンサイドに手をついた。天竜また這い上がってまいりました。鶴田のダメージの方が場外で大きいようだ。しかし、天竜も脇腹のあたりを抑えている。のしのしと鶴田を狙っている。場外だ。さあ、場外で鶴田をパワーボムできるか。これをうまくリバースで切り返した。リバースで鶴田が切り返した。さあ、川田へノータッチですね、確かね。ですから、川田には攻め込みません。あくまで狙いは天竜。さあ、川田がここで飛んだ。ここで縦の殺法を出してまいりました。ブランチャー攻撃、いや、フライングボディアタックですね。そうですね、フライングボディアタック、トップロープから、川田が見せました縦の攻撃。いよいよ終盤、もう一回ブランチャー、鶴田に打ったブランチャー。さあ、試合の権利のある天竜が中に入らなくてはいけない。さあ、4人4選手ともに場外だ。
さあ このままカウントが続くと0点試合ということになりますが、天竜が先に入ってきた。天竜が試合の権利があるぞ。天竜が試合の権利があるぞ。踏ん張った。おっと川田の踏ん張り。鶴田もあくまで地獄へ引っ張っていきます。外へ引っ張っていきます。ここでタイムアップだ。カウント10。どうやら天竜組グリーンコンビのリングアウト勝ち、リングアウト負け。さあ天竜組リングアウト勝ちを拾ったようだ。和田恭平レフェリーは天竜の手を挙げようとしておりますが、さあどうでしょう。今公式発表、天竜組リングアウト勝ちと言ってますか。はい、間違いないようです。天竜組非常にクレバーなレスリング、天竜川田組リングアウト勝ちを拾いまして勝ち点2点。とうとう鶴田やつは黒星10点止まりのこの札幌決戦でございました。これで面白くなりましたね。そうですね、今日はね、とにかくあの最後の方で見せた川田選手のね、ものすごい大暴れ、これはもう文句なしに何点を挙げたいですね。そうですね、素晴らしかったですよ、はい。そしてこの冷静、最後まで冷静さを失わなかった天竜、よくあそこでリングの中に飛び込んできたですよね。そうですね、川田本当に粉骨砕身、よくやりました。男になった川田、完全にね、もう全部を出し切りましたね。そうでしたね、はい。これで88世界最強タッグ決定リーグ戦終盤の札幌大会が終わりました。ジャイアント馬場木村組は今夜ブッチャー新組と対決して両軍リングアウト13点止まり、それからブッチャー組は12点、残り試合タイガー組、そして日本武道館は鶴田組と、ハンセン組は現在11点、残り試合はスレーター組、ブラックウェル組と、日本武道館は天竜組と、鶴田が抗議です。やはりね、リングアウトの方に対してですね、鶴田、はい、選手は自分の体が半分以上リングの中に入っていると、はい、でこれでリングアウトじゃ納得できないという抗議ですね。ですね、はい、しかし川田があそこで踏ん張ってね、よくあの地獄へ連れ戻しましたよ ね、 そ、 うですね。そして天竜組は、今夜勝って8点、残り試合ブラックウェル組、スパイビー組、輪島組、そして日本武道館はハンセン組との勝負、全勝すれば16戦で天竜組の優勝の目も出てまいりました。そういう札幌終盤戦の模様でございました。熾烈なリーグ戦、いよいよ次回放送の日本武道館決戦はハンセンゴディ組対天竜組、鶴田八組対ブッチャー新組、この4強によって優勝戦が行われ、88年今年世界で最も強いタッグチームが誕生することになります。